野宮真貴自身に彼女がイメージするガール像を表現してもらおう。今朝初めて鏡を見て気がついたの、あなたにコピーしてるの、あなたにコピーしてるの。わっわっ Lift off, we have a lift off 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. Tower clear.表情に隠された情熱、神々しさと小悪魔性、イノセントとエロチシズム、まさに野宮真貴が表現するガールは少女の持つ大国の要素を変幻自在に抽出してみせる。では野宮真貴にとってガールとは一体何なのだろうか。これから何にでもなれる時期というか、何でもやってみたかったりする時期だし、そしてその可能性がある時期だから、すごく子供っぽい面もあるし、すごく大人っぽい面も、そういう顔もできるしっていう、なんかいろんな顔ができる時期だと思うんですね。そういうものが私は多分今でもあるので、それでなんかいろんなものに変身するというか、いろんな洋服着たり、いろんな人になったり、そういう表現の仕方をしてるんだと思うんですけどね。昨夜見た夢は？犬の夢。夢を信じる？信じる。ジンクスを信じる？信じる。魔法を信じる？信じる。神様を信じる？信じる。野宮真貴にとってピチカート5とは？私の居場所。世界で一番綺麗な女の子は誰？私。嘘。そうよ、私はデタラメで気まぐれで生意気で、わがままで贅沢で気取り屋で、嘘つきであやふやでいい加減だけど、私は